黒松群落高市緑地は、愛知県豊橋市高市町に位置する緑地である。開設日は1967年4月1日。面積は24.17ヘクタール。豊橋鉄道厚見線及び国道259号により、東西に分断されている。樹齢80年以上の松の木が生い茂る、黒松群落の中の芝生広場、野球場や馬場,場、 ゲートボール場などがあり、緑地公園の愛称で市民に親しまれている。緑地内では、森林浴、ウォーキングやジョギング、キャッチボールを楽しむことができ、自然との触れ合いの場となっている。豊橋市役所都市計画部公園緑地課により管理、されている。入園料無料、駐車場の駐車料金も無料である。当地一帯はかつて、旧陸軍の講師原因演習場であった。特に、 この場所には、1905年5月に、豊橋不良収容所が置かれたが、後に、陸軍演習級舎へと変わった。戦後に公園として整備されることとなった。ババ豊橋駅より、豊橋鉄道厚見線、高橋駅下車、徒歩3分、豊橋の都市公園の整備。豊橋市。2019年2月25日閲覧。ABCDEFGHIJK 豊橋。 百科辞典編集委員会編 2006P402 荒川省に浜松の陸軍基地。ありがとうございます。